こんにちは、こんばんは。今回は我が家の水槽のエビたち、その辺の沼エビはよく見るといろんな色がいるから、まじまじと観察してみたよ。マジでまじまじと観察してみたよ。マジで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 、これは普通のその辺の沼エビ。うちで増えたやつらは、だいたいこんな特徴のないやつが多いんだよ。量産型その辺の沼エビだね。これはチョコレートみたいな色をしたその辺の沼エビ。赤玉土の上で目立たないエビだよ。エビとは違うのだよ。エビとは。その辺の沼エビとは何なのか説明すると、タニちゃんの地元でガサガサして取れるエビが、南沼エビかその他の沼エビか見分けがつかないから、ざっくりとそう呼んでるよ。草の中だとやたら目立つよね。こんな濃い緑色をしてる時もあるよ。ガラスみたいな透明感のあるその辺の沼エビ。大人の階段登るエビは今シンデレラ系だね。これは青っぽいその辺の沼エビ。今水槽にいるのは3年くらい前にガサガサで取ってきたのが増えたやつだよ。その後も田んぼで水草探しのついでにガサガサしたりして、面白い色のが取れると少しずつ水槽に迎えてるよ。だいぶ前だけど、すごく鮮やかなオレンジ色の触角と卵を持った沼エビが取れたことがあるよ。だけど、ビニール袋をひっくり返して逃げられちゃったんだよ。あれは何だったのか、未だに気になってるよ。これはその辺の国防色沼エビ。盗んだコリタブで走り出す。行き先もわからぬまま、暗い水槽のミクロソの中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだクリプトに、自由になれた気がした15のエビ。の上でゴリタブ持ち寄り、きつく体を抱きしめ合えば、それからまたエビは目を閉じるよ。水槽にベタを迎えた頃はエビの数が激減して絶滅するんじゃないかと心配したけど、近頃はまたエビだらけになってきたよ。ベタも迎えてもうすぐ2年になるから、もうエビも捕食できないのかなぁ、年なのかなぁと
少し寂しい気がするよね。というわけで、我が家のその辺の沼エビを観察してみたよ。これからエビを飼育してみたいとか、お店で迎えた南が長生きしないという人がいたら、用水路や川でガサガサしてみるのもおすすめだよ。ガサガサで取れるその辺の沼エビはすごく丈夫だよ。最後におまけがあるよ。それじゃあまた。まったねー。